ジョン、ジンジャーエール。わあ、これ開けるの怖いよね。あ、あ、あ、開いた。これちょっとね、辛いの。これだけだとね、ちょっとね、しんどいから。グレープフルーツ味のアイスボックス。これを入れて、ちょっとジンジャーエールで割っちゃいます。昔はね、このジンジャーエールでウイスキーを割ってましたね。ちょっと辛めなので、ウイスキーで割るとちょうどいいんだよね。乾杯。うわ。やばい、鼻に来た。やばい、くしゃみ出そう。ジンジャーエールは怖い。その後おやつも食べちゃった。うまいん坊でも食べながら、ゆっくり、のほほんとやっていこうかな。みっちゃんはなんでそんなに肌綺麗なの？いや、全然肌汚いんです。荒れる時は荒れるし、いっぱい食べる人は肌が荒れないって聞いたことある。なんか、食べた方が荒れるじゃんって思いがちなんだけど、実はなんかいっぱい食べた方が肌的には多分いろいろ。ワンちゃんか猫ちゃんの多頭飼いになる可能性はありますか？正直本当は飼いたいの、もう一匹ぐらい犬をね。もうラブがね、結構ね、犬嫌いなんだよね、すごい。なんかまああんまり無理に飼う必要ないかなと思って飼ってないです。生理は止まってませんか？止まってないです。何もかも嫌になったらどうしますか？何もしない。ひたすらすっぴんで横になってぼーっとします。エビマヨネーズ。お洋服や下着ってどこで買ってますか？実店舗行きますか？私もビッグサイズで特にブラジャーが合うのがなくて、なんとなくこのサイズかなと着てるけど全然合わなくて困ってます。お洋服は基本的にもうネットです。基本的にその普段まあお仕事してるにあたって結構頻繁にサイズとか測るんですよ。自分の3サイズだって、まあ、前提的にその本当に3サイズどころじゃなくて首回りとか細かくもうその何サイズを測ってるんで、自分がどれ今どれぐらいのサイズなんだなってのが分かってるから、まあそこまでネットでそのサイズが合わないなとかっていうのが全然ないです。で、大きいサイズの下着は私は2箇所で買っていて、1つがグラマープリンセスという下着ですね。これは私がちょうどこの間ラファーバの雑誌でもあのモデルとしてあの雑誌で出させていただいたんですけど、結構なんだろう、こうデザイン性も結構あったりとかして、自分の、まあ、サイズにフィットして、なんだろう、すごく綺麗に見えるなと思っていいなって思いました。もう一つが、ポチャリーゼっていうところでも買ってます。これも私一緒にちょっとお仕事させてもらったことがあるんですけど、これはワコールさんが大きいサイズの、下着を、まあ、ブランドを作ってくださったんですけど、ポチャリーゼという本当に着心地が良くて、まあ、ストレスを感じなくて、あと中にはこうノンワイヤーブラジャーとかもあるんですけど、結構締め付けられるのが嫌だっていう方とかもそういったブラジャーをおすすめしますし、小さく見せるブラだったりとか、まあ、結構洋服によってはね、そのあんまり胸が大きいように見えない方が綺麗に服が見せられるとか、まあ、そういうのもあったりとかするんで、まあ、いろんな形のブラジャーが結構あったりとかするんでおすすめしてます。彼氏の好きなところ、綺麗なところはありますか？今好きなところは、まあ、真面目で人として本当に素敵な人なんだよね。浮気とかもしないし、いいところいっぱいある。わがまま聞いてくれたり。嫌いなところ、お酒が飲む女が嫌いなとこ。要するに彼がお酒飲めないのね。で、まあ、私は結構じゃんじゃんお酒飲みたいんだけど、あんまりこうお酒を飲む方が好きじゃないっぽくて、まあ、私もお酒飲んで静かにしてればいいんだけど、まあ、お酒飲んで、まあ、皆さんも分かってると思うんですけど結構暴れちゃうんで、まあ、暴れなかったらいいよって言われるんだけど、まあ暴れちゃうんで。
最近はあんまり彼の前でお酒飲まないようにしてて、まあでも本当はお酒飲みたいなと思っててっていう感じ。20は好きですか？好きだったら誰推しですか？でも20さんは本当に大好き。もうねずっと音楽聴いてほしい。可愛いなと思っていつも見てます。基本的にはもう箱推しですね。まあでもやっぱミンヒちゃんはずっと可愛いなと思って、やっぱ目が追っちゃう。どんな映画を見たいですか？あんまりアクション系好きじゃなくて、今まで映画で好きだったのは告白っていう映画ですね。あんま覚えてないんだけど、なんか見終わった後にすげーって思った記憶がある。ちょっとそういう怖い系も好きだったね。なんかなんとなく怖いっていうイメージはなんか残ってるけど。質問というより相談です。学校に好きな女の先生がいるんだけど推し、何を話したら推しと距離を縮めることができますかね。ちなみに私は女です。女だけど女の女性の推しがいると、どうやったら距離縮められるか。でも単純にその先生の教科の勉強を教えてくださいが一番仲良くなりそうじゃない？放課後とかさ、教えてくださいとかさ、二人っきりになれるじゃん絶対。うん、いいね。うん、頑張ってほしい。今まで PV や衣装で水着、浴衣、制服などいろいろ着てきたけど、次新しくってなった時に着たい服、過去コスプレは何ですか？ちなみに個人的にはディズニープリンセスなのが見たいです。まあどういう曲調に合わせた衣装になるのかっていうのは、また多分衣装って変わってくると思うんですけど、個人的にアイドルさんの衣装を見て可愛いなと思うのが、AKB48 さんの恋するフォーチュンクッキーのあの衣装、あれ可愛いよね。でもちょっとやっぱ華やかな衣装着たいなと思う、カラフルで。はい、ということで本ちゃんも含めてたくさんの質問に答えさせていただきましたね。まだね答えきれてないものもたくさんあるんですけど、引き続き応援していただけたらなと思います。切実にありがとう。またこういった質問動画も撮れたらなと思います。バイバーイ。